レイバー。それは産業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両にかパトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。なあ、お前将来何になりたい？わからない。そうか、俺もわからないんだ。十字方向、お客さんだ。おい、お客さんが多すぎるぞ。くそ、クジリ ATM ランチャー仕上がった。逃げろ。何やってんの、しげさん。うん、いやね、今度新入りが入ってくるってんで3号機のデータを整理しとこうと思ってさ。そっか、うちもいよいよ増員か。うわー、だ大変だ、ハッキングされてるじゃないの。あと、あれ、普通のファイアウォールじゃダメだね。特別に対策しないと。佐久間教官が出張のため臨時で教官を務めることになった特殊二課第二小隊の太田巡査だ。短い間だが、貴様らひょっこに基礎をみっちりと叩き込んでやる。そもそもレーバー隊員たるもの、日々の鍛錬を怠らず、月月火水木金金の精神で技術の向上を図らねばならん。いいか、何事も気合と根性だ。ヘラヘラしてるやつは俺が少年から叩き起こしてやる。それでは早速訓練に入る。そんなこともできんのか。
このボケ、グラウンド募集。しかや、どこ狙っとってんだ、このボケ、グラウンド募集。よし、今日の訓練はここまで。ここいいですか？私もここの訓練生なんですよ。ここいいかな？
始まったよ。そこまで。よくやった。勝敗は重要ではない。最後まで戦うことに意味があるのだ。貴様ら、今までよく頑張った。俺が面倒を見てやれるのはここまでだ。明日からは佐久間教官が復帰されるはずなので、今までの訓練を無駄にせず、より一層の努力をするように。以上だ。解散。たまらん。Whoa!、Oh.